デルカダール城下町戻ってきたぜ。ハゲ、しかもただのハゲじゃない、すごいハゲ。気をつけろよお前は、お前毛髪に気をつけろよ。お前は気を使え、生きってない、生きり腐ってないで。あれ上か、こっちか。シャンプーに気をつけろ。お前はちゃんと CM 見て。あ、なるほど、俺に俺みたいにならないように気をつけろよってことだったのか。謝りに行こう。ごめん、あいつは俺の身を案じて言ってくれていたんだな。あい、もう一回あいつに会いに行く。俺の第二の師匠、師匠、極意教えてください。知ってるか、 城の城下町から勇者というのが逃げ出したらしいんだ。聞いたところによると、奴は大地に穴をなす恐ろしい存在らしい。あんたも気をつけた方がいいぞ。お前が気をつけろ。勇者云々、勇者だとか魔物だとか言う前に、お前自分の身の回りに気をつけろ。清潔感のないデブね、清潔感のないデブでハゲて立ち、おい、でも何、残像だ、おい残像、待って、ちょっと待って、残像か。確かに俺は、待てよ、確かに俺はここで奴を見た。そして走ってこっちに戻ってくると、またそこに奴がいたんだ。俺の行く先々に奴がいる。こいつは一体、お主知っておるか。そこの家の裏庭から上に登れる、屋根の上からロープを渡れるんじゃ。なんだそのクソみたいな情報、さっきのやつ見習えよ。